ウボアオ。皆さんこんばんは。あ、まだ持ってない株が。新しい株ってなかなかコンプリートできないよな。株もそうだけど新しいレシピも全然集まらないわよ。そうそう、新しい株で思い出したんだけど、ハッケミーからこんなものが送られてきたのよね。これは超激レアアイテムの干支の置物、じゃないかー。ハッケミーからもらえるお払いアイテムは選べるわけじゃないものね。じゃあ今回はウサギにちなんだ場所を作ってみないか。ウサギにちなんだ場所ですって？霊夢、ウサギといえばなんだと思う？全く思いつかないわね。ウサギといえば人参だぜー。このイラスト屋さんの画像そのまんまじゃないのー。ってことで、今回はここに人参畑を作ろうぜ。それで人参畑ってどんな場所なの？画像で見ると辺り一面、人参だらけだったぜ。島国なんだから人参を一面に植えておしまいってわけにはいかないでしょ？とりあえず、田舎風の畑を作る準備をしてだな。そこからどうするのか考えようぜ。見切り発車も甚だしいわ。いずれにせよ、このネギがない島には野菜を収穫できる畑はないんだから。普通に畑を作ったとしても誰も怒らないと思うぞ。せっかく畑を作るんだから田舎風のものを作りたいわね。それでトタンの柵を用意したんだな。リメイクできる色が豊富みたいだからどんな色にするかも楽しめそうね。案外綺麗な色もあるんだな。でも、田舎風にするのならブラウンが一番無難そうね。トタンが古そうに見えるから昔っからある畑って感じが出せればいいな。ってことで、トタンの色はブラウンに決定。じゃあまずはじめにお試しで柵を立ててみるわよ。実際にブラウンのトタンを見ると色がくすんでて味わい深いぜ。ちょっと畑の大きさで迷ってしまうわね。空いてる土地が狭いから難しそうだな。ちょっと手前で確認。横幅は画面にすっぽり収まってるからこの広さで良さそうね。最近は画面内に収まるかどうかで島くりの範囲を決めてるんだな。写真1枚でどんな場所なのかわかるように表現したいのよね。そうなんだな。あ、手前に一マス開けた方が畑の外側を歩くときに便利かなって思ったけど、実際に土の道を張ってみるとあまり見栄えが良くないわね。先に畑に黒土の道を塗ってしまうわね。こうして見ると奥を出入り口にするのもなんか違うような気がしてくるんだけど、そうやって人は島くり沼にはまっていくんだよな。あーでもない、こうでもないってやってるだけで2時間経過してるとかザラだからね。あつ森とは、時間のかかる、遊びなんだなー。ゆっくり無理さ心の書。すごくどうでもいいことに編集の時間をかけないでくれないかしら。デヘペロ。というわけで、出入り口は左側だけにしたわよ。なんかすっきりしたな。これが今回使う株の主役なのよね。よく見るとこのウサギものすごいオーラをまとってるぜ。何を言ってるのかさっぱりわからないんだけど、エトの置物を、は一匹しかないんだよな。ハッケミー先生が気まぐれでくれたものしかないわよ。だから、収納に入ってたウサギのガーデンオブジェも使ってみようかな。ふむふむ。それじゃあ株を置いていくわよ。レトロな停留所なんて置いて一体何に使うつもりなんだ？レトロな停留所をいろんな株と組み合わせてオリジナルの建物を作れないか試してるのよ。なるほどなるほど。あ、ちょっと隙間が広かった。これじゃあちょっと面白みに欠けるわね。手前にシンプルなパネルを置いてから奥に木製の物置を設置。これでオリジナリティが出せたわよ。古い物置って感じになったな。できれば隙間なくピタリと家具同士がくっついて欲しかったんだけどね。そうだな。やっとのことでトラクターが手に入ったから使いたいんだけど。でも、あつ森のトラクターは後ろに何もついてないから。トラクターだけじゃ仕事にならないっていうつぶやきを読んだことがあるんだぜ。じゃあ後ろにつけるものを作ればいいわけよね。確かにそうだな。先にトラクターの通った道を用意してと、これをリメイクしてくっつけちゃうわね。ソリだって？このソリは人参を収穫する機械という設定にしましょ。ふむふむ。よいしょっと。トラクターはこれで OK。次は別の機械を作るわね。まだ何かあるんだな。あらよっと。なんかすごいものが出てきたな。このベルトコンベアは人参の良し悪しをチェックするためのものよ。それで、この検査装置に美味しいと判断されたものだけが、無事出荷されるのよ。出荷される段ボールも置いておくわね。段ボールの山を作れば野菜柄にリメイクしたのを並べられるそうなんだけど。私たち二人とも段ボールの山のレシピを持ってないのよね。次は人参を植えていくわよ。人参は普通に植えていくだけだよな。ところどころにウサギを設置するわね。もともとウサギな場所ってことでこの人参畑を作り始めたんだものな。ウサギを置くと少し可愛い場所になったわね。あ、近所に住んでるドレミさんがベルトコンベアにめっちゃ興味津々よ。こんな謎の装置があればついつい見ちゃうよな。ちなみにこの樽は収穫したばかりの人参が入ってるわ。この樽から人参を取り出して検品って感じだな。畑の外側が寂しいから色々置きたいわね。シンプルな井戸と木製のバケツ、それとワンコを飾ったんだな。
そうそう、畑といえば猫車だったわ。霊夢、まだ畑に水をまいてないぜ。黙って水やりをするんだな。水やりに何か掛け声が必要なわけ？美味しくなーれ、萌え萌えキューン。ってやれば美味しい人参が育つこと間違いないぜ。恥ずかしくてできるか。ちょっと足りないものを注文したから完成は少しお待ちを。はい、霊夢。次の日、では本日のお知らせです。本日はキャンプサイトに宿泊のお客様が来られています。霊夢、これはもしかしてウサギな場所を作ったから、ウサギ住民が遊びに来てるんじゃないか？ウサギな場所を作ったからウサギ住民が来るなんてありえるわけないでしょ。しかも、ネギがない島には元気系がいないから、リリアンさん登場の可能性も十分にあるぜ。そもそもウサギ住民かどうかわからないでしょうが。で、本当にウサギ住民登場だぜ。確かペチカさんよね。元気系のはずだから話しかけてみてくれよな。確かに元気系だけど、これはリリアンさんに近づいたと見て間違いなしだな。届いた家具を並べていくわね。この狭い道にトラックが入ってこれないから2台を設置するんだな。この2台、なかなかいい家具ね。人参畑に管理者の家がないから移動用にスクーターを設置。人参についた泥を洗うためのウォーター流。それとウサギをもう1匹追加しておくわね。じゃあ住民にもウサギを1人追加してみようじゃないか。ペチカさんを仲間にするの？そうじゃなくて、キャンプサイト厳選をやってみようでー。唐突ね。あ、これが出来上がった人参畑よ。人参が育つと結構ボリュームがあるんだな。これならウサギ住民がいっぱい集まってくること間違いなしだぜ。本当に集まってきたらびっくりね。数日後、本日はキャンプサイトに宿泊のお客様が。よし、霊夢行くんだ。通いやすいように家の真ん前にキャンプサイトを設置したわよ。ウサギ住民、来い来い来い。霊夢、ウサギの数え方って知ってるか？割って数えるから鳥もウサギ住民扱いにしようぜ。とか言ったら許さないわよ。デヘペロ。別の日、キャンプサイトって思った以上にお客さんが来ないのね。某サイト調べによると来客率は 20% らしいけどな。あのマリサ、モリーナじゃないか。一応島にいない性格の住民が来やすいっていうのは本当のようね。でも、ウサギな場所を作ってもウサギ出現率がアップすることは絶対ないからね。やっと次のお客さんが来た。離島ガチャをやるよりもかなり時間がかかっちゃうな。今日も元気系のお客さんかな？まさかの。チャチャマル登場ね。残念だけどパスだよな。さてさてさて、テントの中を覗くのが楽しくなってきたぜ。なんなんだこのキャンプサイトは。マリサが苦労して仲間にした住民が次々と出てくるわね。このキャンプサイト、福林島にくれないか？あげません。マリサの言ってたウサギパワーは完全に消えてしまったわね。いやいやいや、まだ消えたと判断するのは早いかと。ルナさんね、リリアンさんを狙ってなかったら仲間にしたいんだけどな。ルナさんは元気系だからスカウトするのは無理なのよね。スーパーウサウサゾーンに突入したからどんどんウサギ住民を引いてくれよな。何それ？まさかの猫住民。離島ガチャでは全く出ない猫住民なのにね。このキャンプサイト何かおかしいぜ。ウサギタイムは終わったんだからそろそろ寝たいんだけど。そうだな、でもあと少しだけ。またしても元気系のウサギ住民じゃないか。クリスティーヌはククリン島のメンバーだから誘う必要なしね。リリアンさんまであと一歩だと思うんだよな。その根拠が全くわからないわね。霊夢にはわからないかな。あと数円課金すればなんとかなりそうな感じって。ギャンブル中毒者の気持ちなんてわかるわけないでしょ。この人は確かイデさんだったわね。霊夢、イデさんで終わるわけにはいかないからあと1回だけキャンプサイトにお客さんが来るまで時間旅行をしてくれ。こうやって人はダメになっていくからみんなは気をつけてね。この日で4ヶ月も時間旅行をしてるんだな。じゃあさっさとキャンプサイトの中を覗いて寝るわよ。今回も元気系の住民かな。うわぁ。ということで、おやすみマリサ。霊夢、スカウトスカウト。やっぱりウサギな場所を作るとウサギ住民が遊びに来てくれるんだな。そんなオカルトありえません。次回もよろしく。もももー。